どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。今回はパート73。今回はちょっとね、サブクエを、見つけたので、それからやっていきたいと思います。前回は聖獣戦でしたね。ホーリービースト、まあ割と気合い入れて戦ったし、気合い入れて動画作ったんで、ぜひ見ていただければと思います。ここにほら、店が新しくオープンしたじゃないですか。で、なんでここの沼らの、この運河通りだっけ？ここ名前。運河通りか。ね、来たかっていうと、ちょっと素材を買っとこうかなっていうのと、それから新しい武器、皆無に付けさせてるんだよね。このプラチナブランド。で、これをもう一個セスのために買おうかなと思って来て、それで結局かなったんだけど、素材だけ買って、それでこっち側にこう戻ってきたらですよ。戻ってきたらなんと、びっくりした。 大声出しちゃったよ。 なんか始まったのかと思ったじゃないか。こいつがいるのよ。これ前さ、もうパートいくつか忘れたんだけど、前ね、ここの沼らで2つぐらい、この女の子のね、女の子なんだよね、のね、イベントがあったのよ。でね、またいるの。だからね、ちょっと話しかけてみますね。女の子か。これさ、種族なの？ほら、この先にさ、この先があそこなんだけど、沼良港なんだけど、この先ね。ちっちゃい人たちいるじゃん。それと同じ種族なのかね。わかりませんけど。誰に話しかけてもこうなっちゃうのか。イバリアのキナス。お前となんて遊んでやんねえよ。私だって遊んであげないんだから。一人ぼっちのチュチュとかいうやつだったね。何してんだよ。弱い者いじめってやつか。ヤンセンか。違うよ。こいつ宝物持ってるなんて、嘘ばっかり言うんだ。嘘じゃないもん。嘘じゃないんなら持ってこいよ。そしたら仲間に入れてやるよ。だってなくしちゃったんだもん。なくしたってどこに？セスか。パパの仕事場のすぐ近く。でも探したんだけど見つからなかったの。やっぱり同じ種族なんだとしたら、パパは沼名湖にいんのかな。そうだ、放っておくにしとこっか。いいもん、別にあんな子たちと遊べなくたって、一人で遊んでた方が楽しいもん。しまった。同じね。これウィッチャーとかだったら でもクエスト消滅とかになってそうだよ。多分このゲームは平気でしょ。これね、パパの仕事場のすぐ近くだって。じゃあ手伝う。本当？一緒に探してくれるの？こっちへ振り向けばいいのにな。パパの仕事場はね、港の、造船所なの。横から入ったとこにあるはずなんだけど。横から入ったとこ、前行ったとこかな。さて、あれ？いないぞ。それでね、秘密の、これ同じだね。じゃあ行こっか。これね、前ね、ここのね、沼らね、探索ばっかりで、ホワイト、カカナス将軍との戦闘の前後ぐらいかな。あんまり話しかけてなかったんだけど、改めて話しかけてみると、こんなこと言ったりね。あと、この人だったっけな。戦車野郎がいなくなって、最近はすっかりご機嫌さ。通ってみてください。やつっていうのが全然わかんなかったの。おそらく、こいつのことなんじゃない？こいつのことなんじゃないか。わかんないけど、それとも、ちょっと言葉的にどうか判断つかないんだけど、これじゃないよね、やつってまさかね。じいさんも現金だよ。じいさんも現金だよな。跳ね橋の調子がいいと、じいさんもニコに、別に普通の言葉か。この跳ね橋ね。今の橋ね。最初は渡られてましたけど、渡れなくなりましたね。いつからかね。それで今また渡られるようになったと。カガナス戦後ですね。横から入ったところって言ったら、おそらくこっち、ちょっと画面がこれすぐ切り替えるからさ、こっちか。横から入ってったところって、ここ横からっていうからね、ここは違うもん。なんかね、横っていうか、あれ、で、ここに2人いるね。
たね。あ、おっと、これ、あ、別に誰かってわけじゃないのか。こういうことか。これなんかマーク出てんの、地図に。あ、出てないな。あ、そうなんだ、これ。お、綺麗な貝殻を発見した。これが宝物なの。あ、チュチュだ。あ、それありがとう、ずっと探してたの。ダウンタウンのあの子たちにも私の宝物を見せてあげようっと。運河通りってダウンタウンっていうのか。じゃあちょっと戻ってみようか。さあ、早送りがカットしてあるはずです。戻ってきました。さあ話しかけてみよう。どう、すごいでしょう。うん、まあな。綺麗な貝殻ってそんな珍しいかね。わあ、綺麗ね。まあ女の子はこう反応するか。これモッチって言うんだ。すごいな、パタム。ともかく宝物を持ってきたんだから仲間だよな。仲良くするんだぜ。ああ、もちろんさ。うん、じゃあ私たちの秘密基地も教えて、見せてあげる。え、何秘密基地って。ありがとう。あのね、これあげるよ。え、これ宝物じゃないの。うん、でまあ今度は振り向いたね。うん、まあセスの方に振り向いてないけど。うん、でも友達の印だから。また遊ぼうね、バイバイ。あ、じゃあまたクエストあんのかな。あ、パンドラボックス。あ、これなんかでもらったような気がするね。パンドラボックス。あ、やっぱり、やっぱりもらってるってことだな。あ、やっぱりもらってるか。さっき9だったもんね。うん、今日はね、みんなでかけっこして遊んだの。楽しかったよ。じゃああの角でいきなり。秘密基地ってなんだろう。秘密基地ってさ、ここのことじゃないのかな。ここ違うのかね。うん、さあどうなんでしょうね。これまあやりたかったのと、 あとまたちょっと世界回ってみて、あればですね、それはまた次回とかで、まあ見つけたらまたご紹介するとしましょう。さて、本日はですね、新しいところ行きたいと思ってるんですよ。なのでワールドマップがあるところまでカット。はい、ワールドマップまで来ました。進捗状況はね、今ね、まあ、前回も言ったけど、未だもってまだ、ホワイトバーを入手した直後なのよ。で、新しいところが5箇所ぐらい光ってたんだけど、まだどこにも行っていません。だから行きたい。で、前から気になってたここねに、まあ、行ってみたわけですよ。聖獣戦が始まったんでうんぬんっていうのがここ 1,2 回ぐらいの、動画だったと思うんですけど、それとね、もう一つ気になってることがある。それはちょっとホワイトボアに行った時に説明したいと思うんですけど、で今回行きたいのはさ、ちょっとこれ行ったことないから文字が出ないんだろうけど、北方の方に行きたいのよ。もう一つ確認したかったことがあって、沼田鑑賞みたいにずっと気になってたことがあるんですよね。それ何かっていうと、こいつなんだけどさ、これ、あ、ちょっと一回セーブ取っとこう。なんかあげるのなかったっけな。ちょっと待って、なんかさ、前さ変なのあげたんだよ。これだよ、これ。これ気になってんだよな。なんで好物なのにもらってくれないんだろう。だってさ、ちょっと待って、一回セーブ取ろう。じゃあカット。セーブ取りました。じゃあちょっとね、気になってたんだよずっと。なんであげれないんだ。じゃあね、他ちょっと新しいとこ行きたかったんだけど、ちょっとね、他のピボットを待ってみます。じゃあ一旦カットするか。どっから回ろうかな。あのね、まず覚えてんのが、ちょっと待てよ。あ、そっか。うん、はい、覚えてんのが、一番最初何これって言ったのは、うん、私控えといたんだけど、あのね、最初こっから始まってんだよ。うん、まあ東でも西でもいいんだけどさ。はい、この難民キャンプの医療用テントね、ここでなんか最初あげたんだよ。うん、なのでもしかしてこれね、まあ、ちょっと前から気にはなってたんだけど、これね、あ、なんだよ。ごめんなさい、バッカ野郎、思いっきり書いてあるじゃん、サマンの町のピボットだって。なんだ、じゃあサマンまで行くんでカットね。
サマンに、来ました。まったくバカだな本当に。でもだから、あ、この子もあれだったね、クエストだったね。クエストっていうのはイベント、あ、これね、セドが直してくれたのあげたんだっけな。であとこれもそうでしたね。さてと、どこ、あ、これじゃない、これはこれもクエストでしたね。この人ね、ちょっと今入らないけど、金持ちの人だったっけ。あ、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃないよ。あ、お、やっぱダメだな、回んないと。道具屋の主人オーダン、うんうん、どうしたらいいのか、何もなってんだ、なんか困ったことでもあったのか。実はお客さんからこの品についての苦情が来まして。なんか不気味な仮面だね、これ何、仮面、呪術、お、呪術師、あ、呪術師、うーん、の仮面ですよ。古い神殿で見つかったって、ああ、いにしえの大廃墟かな、見つかったって触れ込みの骨董品なんですが、これを身につけると呪われるんだそうで、お客さん随分怒っていましてね、ちゃんと処分したことを証明するまではもううちでは絶対買い物しないって言うんです。なるほど、なも適当に捨てれない、壊すなりすりゃいいじゃねえか確かに、それで処分できるんだったら困ってないですよ。この仮面壊そうが燃やそうがどうにもならなくて、捨てても次の日にはうちに戻ってくるし、マジでお客呪われてんじゃない。お客さんも苦労していろいろ調べたらしくて、結局これは沼らの昔話に出てくる東方部族の呪われた品だって言うんです。やっぱ呪われてんだよ、東方部族か。東方部族の、 あの呪術師っていう件が、あの前ね、あのパート63だったかな、私言ったと思うんですが、が気になってるんだよね。まあ詳しくは見てください、パート63ね。これでこの呪いを解くには、あ、それでこの呪いを解くには今滅びた東方部族の隠された神殿の最深部に仮面を安置するしかないって。ああ、じゃあ誰か持ち出しちゃったんかな。しかし東方って言われてもね、見ての通りまだ船の修理もほとんどできてないし、大体危険な東方になんか誰が行くっていうのか。そうだ、お客さんなら行けるんじゃないですかい。お礼ならするから頼まれてくださいよ、もう本当に困ってるんです、頼みますよ。やめておくにしようか。そんなこと言わないでくださいよ、じっくり考えていただいていいんですからね。これはクエストを受けるときに、ちょっとやろう。うん、要するに今これワールドマップが見れないからさ、この言葉同じですね。ワールドカップが、ワールドカップじゃないよワールドマップが見れないから説明できないんだけど、さっきあった一番下なんじゃないのマップで新しく光ったところなんじゃない、なんだって。ああ、これね、同じだね。あとさ、じゃあついでに行くけど、これも気になってんだよ、ずっと。もうピボットも気になるし、これも気になってんだよ、これ。これ何なの、これさ、ずっとこれなんだよ、これね。ただ単になんかこういう秘密の場所があって、別に何かこうゲーム上なんか発生するっていうんじゃないんであればいいんだけどね。だけど気になるのが、またしばらくしたら覗いてもらえないかいって言うんだよ、だから気になってんのよ。だからこうやって来てるわけだね。なのにいつまでたってもさ、覗いてもらえない、覗いてもらえないっていう言葉しかないんだよ。間違えちゃったよ、あの離婚した、あのなんか旦那がなんかちょっと変態チックなやつで離婚したとかいう家だったよな、ピボット。うん、ここ、うん、ここだよ、うん、ここだ、ここ。ちょっと奥さんいないんだ、やっぱり。まだもう出てっちゃったんだな、やっぱりな。まだいるのこの人形とまあこれね、今ちょっと詳しく言えないけどさ、さてちょっと渡してみるよ。なんだって言うんだよ、うん、大興奮している。チクチクの実欲しがってるようだ、だからあげるよ、だからあげる。何があるっていうの、え、ゴリゴリの実だって。ちょっと待って、ゴリゴリの実、ああ、今度これ、お、ウーラの都、へえ、書いてくれんの、これ親切だな。これ書いてくれないとさ、じゃあ行ってみるよ。なんかこういうことになっちゃったな今回。ウーラ、ウーラの都、
じゃあそこまでカットね。はい、来ました。これね、モノレール往生駅。いや、ここだよ。探したぞ、お前。待ってく、ゴリゴリの実を欲しがっているようだ。あげるよ。あげないにしたらどうなの。がっかりしている。あ、今ガクってなった。ちょっとあげないにするよ、するよ。あ、がっくり来てない。あ、生き返った。あ、なるほどね。じゃあちょっと待って。はい、じゃああげる。あーね、カチカチ、なんなんだよ。あ、今度こっちに入るの。ヌマラの都か。どこだったっけな。じゃあ探すんで、じゃあとりあえずカットね。ヌマラの都か。じゃあそこまで行くんでカットします。ではカット。はい、来ました。ここはね、割とすぐ思い出せた。ここにあったなと思って。ヌマラの都にも、もう一体ぐらいピボットがいるのかどうか覚えてないけど、ここでもいいのかなと思って来ました。ここはね、さっきヌマラの都って書いてあったでしょ。だけどヌマラ港から入ってきた方が断然早いですね。じゃあやってみましょう。おお、いいんじゃないか。ここでカチカチの実ね。ゴリゴリとかさ、チクチクとかだったっけ最初の方は。今度ケバケバだって。ケバケバ、グランドスタッフ建設基地。ああ、そこか。そこまで、カット。はい、来ました。ここはグランドスタッフの、メインストーリーで来たねところの、この上のエリアっていうのかな、うん、にすぐにいるんで。で、そういえばさっきから確認しよう確認しようと思って確認しなかったんだけど、そういえばやっぱりピボットの場所ってこう表示はされて、うん、ないんだね。うん、さあここのはずだ。 OKOK、 よし。ケバケバ、え、また。ああ、欲しがってるようだか。うん、はいはい。で、またなの。嘘だろ。今度ザラザラ全部生かされんのか。今度こっちかよ。トスカ村。おお、懐かしいな。あ、トスカ村は確か誰かの家の2階じゃなかったっけ。うん、なんか右の方の。じゃあそこまでカット。はい、来ました。確かここのね、どっちかにいるはず。この扉のこっちだったと思う。懐かしいな。うん、ここの上だ。あ、いたいたいた。うん、ここもね、あのサラとのほら、あの思い出のところでしょ。だからちょっとどうせなら見て回りたいんだけど、うん、まあちょっとね、まあいいや。じゃあそれは裏で回るか。よし、ザラザラの実。ああ、今度はツルツル、今度はツルツルだって。今度こっちかよ。あ、ホワイトボア。へえ、じゃあホワイトボアに行くよ。ホワイトボアはもうあそこだけだね、さっき言ったとこね。じゃあそこまでカット。はい、ホワイトボアまで来ました。じゃあ上げてみよう。はい、ツルツルだったっけ。うん、はい。ふわふわ、まだ続くのか。そっか、でも北方の方とかまだ全然行ってないもんね。ん、どこだ、ここか。海賊の砦、それは知らないや。そっか、ここまでか。じゃあできたとしても今まで、はあ、はあはあ、海賊の砦。よし、じゃあまあ一旦ここまでとしといて、ちょっと一旦セーブ取ろうかな。じゃあ一旦カット。はい、じゃあちょっと出発しよう。さてと、さっき言ったのは今適当にバーってボタン押しちゃったんだけど、ね、ホワイトバーだからどこでもいいやと思って。うん、じゃあね、このさ、右からやっぱ攻めよう。いつもこの左上ね、左上と右上があって、ひし形、白いひし形。じゃあ右から行こう。さて、これまともに動かすの初めてだな。さて、こうやって、これスピードアップできないの？発進ってノーチラスだろうな。うん、でこうやって行って、はいはいはい。待てよ、ちょっと待て。さっきなんて言ってた、海賊の砦。ちょっと止まりました。ノーチラスの方が早いんじゃない？うん、まあそれはそうなんだろうけど、なんかここに置いてきちゃっていいんだろうかな。でジャンプっていうのをどうやってやるの？あ、これ、おお。すげえ、すげえぞ。あ、ここ、ちょっと待て、ちょっと待て。あ、ちょっと待て、これ氷じゃないか。これ無理だろう。
そっか、じゃなきゃあれば今まで言って、あ、でもこのままこうやって言ったらどう。あ、ダメだ、着水って出ない。あ、これ氷の弱い部分がどうのこうの言ってたの、こっから入るってことかな。ここあ、そっか、でも潜ったらどう。ちょっと待って、ダメなんでしょどうせ。あー、ダメなんだよな。例えば潜る、あ、潜っていける。でもあれ氷があるんだからホワイトボア使えってことだろうな。絶対そうだよな。あー、だよな。うん、じゃあもう一回ここに来るまでカット。さあ、さっきの薄いところまで来ました。薄いところなら砕けるって言ってたもんね、ミンね。あの普通の分厚いところやっぱ何の反応もなかったんで、これいけんじゃないの、これいける。おお、いけるじゃん。砕く音は、あ、ちょっとしてんだ。へえ、上陸。おっと、ここだったよ。オッケー。じゃあ左側は違うんだ、あの左上ね、あのウーラの上ね。あー、そこはまた違うとこなんだ。あと真ん中、真ん中っていうかその右行ってみたいね。上陸って押せばよかったな、こんなのおっしゃったよ。まあいいか。今どういう操作してたっけ。ああ、あんな風にね、なってるわけね。へえ、ちょっと新しいとこ。お、なんか今、のろしみたいのが。わかりました、地図。パイレート、なんだって?海賊だからパイレーツだか、パイレートだか。あのさ、違うんだよ。あの、あれ先に探したい。なんかいろいろ始まりそう。あ、始まってしまった。キャプテンよくお帰り。え?セドの部下だって。え?よくお帰りで、ご無事だったんですね。お前こそ元気そうじゃねえか、ガール。キャプテンもお元気そうで。てっきり海軍の奴らに捕まったと思ってましたよ。さすがキャプテン、大海賊ですで。セド知り合いなの?ああ、こいつは俺の部下のガール。この島には俺たちのアジトの一つがあるんだ。一つ?いろいろアジトあんのかね。ん?そういやガル、おめえなんでこんなとこにいるんだ。中に入ってればいいだろう。中?それがアジトの入り口のロープウェイが壊れちまってんです。うんともすんとも動きませんや。ロープウェイが壊れた。どれちょっと見せてみろ。あ、またカンカンカンって言うのかな。ほら治ったぜ。さすがはキャプテン。ここで暖かいとこに入れる。ああ、なるほど。うん。感激ですぜ。海賊は寒いだの、暖かいだの、甘えてんじゃねえ。それより他の仲間はどうした。へえ、このアジトに戻ってきたのは俺一人です。戻ってきた?海軍の奴ら、今回は妙に、ああ、なんかみんなで動いてたのか。で、なんか瀬戸とはぐれたんかね。そうかそうか、それでウーラ軍にとっ捕まっちゃったんだな。そうか、で、みんな逃げたんだ。そういうことだったんだな、そういえばね、多分ね。細かく描かれてないけど。ああ、海軍のやつら、だからこれ、ウーラってことでしょ?ウーラの海軍ってことで、海軍ってことでしょ?今回は妙にしつこく追っかけてきたんで、逃げるうちにみんなバラバラになっちまって。はあ、はあははあ、そうか、それじゃ早く仲間を探さなくちゃなって、世界中に散ってんのかな?ガル、おめえは仲間が戻ってきた時のために、このアジトで待ってろ。いいな。アイサー。なるほど。じゃあ、ちょっといろいろ仲間を探さなきゃいけ、ん?はあはあ、ちょっと待って、どういう地図になってんの?ああ、まだここだけなんだ。なんかこの辺になんかある。あ、待て、これ以上行くと出ちゃうか。ここは?ここなんかある?ない。あれはなんか古い船なのかな?ここのどっかにピボットがいるんだろう?今もちょっと見えないけど。じゃあこれ乗るしかないか。ちょっとピボットだけでも終わらせたいな。あ、いやいや、違う違う、乗る乗る。おうおうおお、ロープウェイっていうかねえ、なんかスキーのリフトっていうか、どっか壺みたいのない。おお、降りたか。これど、待って、どういう風になってんの。ああ、今のが あそこだったのかな、左、いや、あの右の、こっちは行き止まり。ここにピボットいそうじゃない、いない。そう、ちょっといろいろなんかがをする前にピボットだけでもちょっと終わらせたいんだよね。誰もいないのか。そっか、みんな帰ってきてないんだ。怪獣探すのかな。だって逃げてるうちにね、サマンに流れ着いたとか、
難民キャンプの方に流れ着いたとか、ゴッツァに流れ着いたとかあるかもしれないじゃないですか。まあちょっと拾うか。おお、解凍するか。ハイシーフとか作るのに必要ですね。おお、木の実。あ、ここに上あんの？ちょっと待って、じゃあここは何なの？あっと、降りれるんだ。ちょっと待って、意外と高低差があって狭いようで、あれか、いろいろあるのかな。はい、ちょっと今階段降りたとこです。ちょっとポーズボタン押してたんですけど、ちょっと緊急事態でちょっとつながりがおかしいかもしれませんが、別に、なんか日が空いたわけじゃないです。じゃあまあ降りて、ポーズボタンを押して対応してたんでね、すいません。さっきの上へ行くと、おペンギン、アイスキャニオンにいた時のペンギンじゃない、あ、じゃないよな。どうした、導いてるのか。まさかアイスキャニオンにいた時のペンギンだったら面白いのにな、そんなつながりがあったら。あ、ダメだ、見えないや、これ以上角度変えらんないし。導いて、ピボットだあ、なるほど、導いてくれたんだ。あ、なんかちょっと分かりづらいっていうことなの？普通気づかないよみたいな感じ。あ、ペンギンだぐらいで通り過ぎちゃうって意味。お、箱、あ、すいません大声出しちゃった。箱演奏9だぞ。おい、じゃあ箱演奏だ。まあよし、やっと来たぞ。今度はどこだ。はい、ふわふわの実を、はい、あげます。さあ今度はなんだ。終わったの、ブレインミストだって。あ、通常業務に戻ったか。ブレインミストって何？ちょっとペンギンにも礼を言わなきゃいけないね。あ、お、すごいじゃん。魔法やスキルの消費 MP が減ります。これは助かるね。 MP 低いね、トルタンとかそういうのは。へえ、すげえすげえ、なんかわらしべ長者みたいになってんの。あ、ちょっと鳴き声だけ。これは面白いね、いろいろあるんだね。あと、お、漆黒のそういうの。あ、これは誰かから盗めるな。今まで散々盗みましたね、漆黒の染め物ね。さて、あ、まあちょっと確かにここ分かりづらいもんな。ペンギンがいないと辛いかも。うん、まあペンギンを追っかけない人もいるかもしれん。おっと、どうしたお前たちペンギンの本拠地なのか、本拠地っていうか、もう一段上だったよね。それだけ確認したら箱演奏だけやりに行こうかな。で、仲間を探すんだっけ、おそらく。それを次回にしよう。だって探すったってさ、一人じゃないだろ。いやー、今日はサブクエ尽くしとでも言えばいいのだろうか。あっと、あ、女神の飛躍。早々アクセサリーはもらえんか。おっと、これ以上はここの中に入れないか。ここ入れる？本当に？おっと、ま、おセドの工房だって。調べる？おいおい、その辺かき回さないでくれよ。と思ったら、そんなところに、そんなところにあったのか。何が？なんだいそれ。ああ、細けえと、この修理用に自分が作った工具だよ。細けえとこの修理用に自分が作った工具だよ。どっかになくしたと、なくしたかと思ってたんだが。あんた昔から器用だったもんね。よせや、今は。まあ、ここの工房なら、ケチな国の研究所なんかより、よっぽど設備が揃ってるけどな。へえ。例えばここの工具と設備があれば、魔導式、お、魔導式探知機、もうちょいちょいと、お、魔導式探知機だって。ほい、できた。反響のブレがなくなって精度が飛躍的に高まったはずだ。これで海底にあるお宝も探知できるぜ。いけるね、いいね。お、レベル3だって。ってことはこれが可能になったんじゃないか。そういえば、それも気になってたんだよ。さっき、あえて言わなかったけど。うん、これこれこれ。あ、こういうマークになるんだ。へえ。
あれどういう意味のマークなのかな、赤と黄色と青の意味、あの絵のさ意味がちょっと分かんないんだけど、あ、これいいね、ちょっと行ってみたいよね。でここら辺になんか壺とかはもうないですか。はあ、あったかいとこにいると生き返りますね。あ、え、ガル？そっか、ガルか。そうそう、仲間の、お、仲間の情報について俺なりに集めときましたぜ。仲間の情報、あ、これじゃあ次回に聞こっか。あ、待てよ。ちょっと待て待て。聞いとこう。あの、あれ取ればいいや、クリップ。ゴッツァ、あ、やっぱりいろいろいるんだな。まず、ゴッツァ方面に逃げたやつがいるらしいですぜ。あ、一人ずつ教えてくれんのかな？もしかして。あの、あれみたいに。あ、ちょっと待って。じゃあ、あれでいいや。クリップじゃなくて、スクショで。よし。じゃあ、ゴッツァ方面って言ってもな。どこだっけ？さて、カットして、どのカットだか早送りだかして、どれぐらい縮められるかわかんないけど。ちょっと、箱演奏だけやろうか。さて、どうやって帰るんだっけな。あ、じゃあ、帰るまでカットね。はい、ホワイトバーの客室エリアに来ました。あの、どうせならさ、ここのさ、箱演奏やろう。うん、そう、ここにあるのを思い出した。今戻ってる最中に。そう、ここだけやってないね。どうせならやろうか。どこだって一緒なんだろうけど、まあ、せっかくだからね。今度この女性の人、ルトって人ね、順番通りに行って。これ同じか。うん、さて今度は何もらえるかな。そう来なくちゃ。どの曲に挑戦するんだい。おっと、9ね、10ぐらいまであんのかな。ねえ、キリいいとこで。お、箱演奏マスター。だから無理だって。難易度って意味が分かんないんだけどさ、要するにこの文字を控えないで やるとしたら、もう難易度5どころじゃないですよ、私からしたら。じゃあこれを一旦控えるから、カット。はい、あの、書き写しました。でさ、よく考えてみたらさ、ちょっと後で確認しますけど、じゃあまあ押すね。よし、このその曲に挑戦するんだね。する。必要だったら隊列編成をして開始しよう。さあ今度はまあミンも入れようか。じゃあまたこれで、そうだな、カイムご夫妻と、あの、もう限りなく友達以上恋人未満、もう恋人未満じゃないかもしれないな。もしかしたらね。じゃあそのコンビで行こうじゃないか。ちょっと早送りしてるかもしれないけど、どうかな。お、これさ、さっき思ったんだよ。あ、そっか、これ中にはあの見れないのか、貴重品を。そりゃそうだよな。じゃあやっぱ書き写すしかないよな。R なんとかだったな。うん、R。R。うん、いやー、音楽はほんと苦手だから、ちょっと聞いただけじゃ分かんないよ。またなんか、知ってる曲っていうか、なんかの曲なのかね。 DRCD。 Dよし、EGAB、EGAB、書き写すの間違えてたら最悪だよ。どこまでやったっけ。ちょっと待ってよ。F 多分いいんだよな。D、 自分の書いた文字が汚すぎて多分 E だな。うん、このずっとさ、今までさ、これで9個目、うん、でさ、たった一つしかさ、あの曲知らなかったよ。うん、まあ全く聞いたことがない独自の曲だったら分かるわけないんだけど、一つだけはね知ってる曲だったんで分かりましたけど、今回分かるかな。
あ、ちょっと待てよ、今間違えたか。どうかな。今回長いな。C C、 あ、上 C C、 D、 さあ、これで最後のはず。 A R E D。さあ何の曲だ。いや全然わからないな、この曲。あの、いや、あのこのゲームでのなんか BGM とかなのかな、オリジナルのなんかなのかな。もう一回聞かなきゃわかんないや。初演奏の記念に、うん、同じか、言葉。さて今度は何だろうかな。あ、貴重品だ。アクセサリーとかじゃない。サンダーチ眼鏡、あ、メガネか。サンダーチのメガネっていうのかな、眼鏡。何それ、なんで貴重品なの。誰かにあげんの。見えない宝箱、見えない宝箱が見えるようになるメガネ。見えないところが見えるったってさ、この世界中這いずり回れっていうの、世界中を。また箱演奏10ぐらいまであるのかな。じゃあちょっとこれ、そのことはまだ考えるとして、今そんな考えたってわかんないんだから、じゃあね、じゃあね、ちょっとね、まあちょっと盛りだくさんになってまた動画長くなっちゃったんだけど、さっきのこれを、どこだっけ、あ、これこれこれを行こうかなと思ったけど、やっぱり時間ないな。うん、やるったって、なんとなくわかるけど、なんとなく当たりはつけてるけど自分の中で、これか、ごめんなさい、これね、うん、これやっぱり裏で探しとくか。別にムービーがあるわけじゃないだろうから。うん、そっか、そうしよう。うん、そしてさっきの内腕っていうのが、ちょっともう一回ワールドマップが見れるとこまでカット。はい、ワールドマップ来ました。うん、あのこの付近だと思うんだよな。ちょっと今こう動かせないけどさ、でもある程度探すかもしれないから、うん、じゃあやっぱ探しときます。あとね、もう一個気になってんのがあるの。ちょっとそこまで、そこまでっていうか、ちょっとスクショなんだけど、ちょっと見つけるまでカット。はい。撮ってあるのが、これだったんですけど、前にね、実況中にここに来た時に、こいつが気になってた。なんでこいつここにポツンといるんだろうと思って。わしも若い頃は、これね、イプシロン山脈をずっと降りてったところにいたやつだったっけな。わしも若い頃は火事の素材を求めて通ったもんじゃ。うん、こいつなんでポツンといるんだろう。じゃあこいつだけちょっと見に行こうかなって言っても、ここ結構遠いんだよ。じゃあ今回はここまでにしときますよ。とにかくあの内側の海、またちょっとあの編集で丸印つけてるけど、つけるけど、この青いマークのとにかく上のね、うん、あのところね、四国みたいな形してるの。四国とはちょっと違うかな。四国みたいな形してる海、あそこの中を潜っていきたい、というのと、それはだから裏でやっておきます。うん、裏でやっておきます。それとなんださっきの、トレハンメモ、それ2つを裏でやっとく。でこういうことでしたよっていうのをお見せしたいですね。それでさっきで、その後はゴッツァのなんだっけこれね、うん、これを探そうと思っています。さて、ではじゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。